so okay こんにちは。6月の6日水曜日の株と合わせの売買シナリオでございます。現時刻が4時24分46秒47秒とこういう時間帯でございます。え外、ー、為市場の方は、東京外為市場の方はまだ30分弱、30分今日ですかね、残っているとこういうところでございますが、さて本日の東京市場、まあ、東京市場が始まる前に市場関係者、そしてニューヨーク市場関係者とちょっと話をしていたんですけれども、話題が こちらでございます。まあ、ニューヨークもなんか暑かったり寒かったりするというところなんですが、えー、ついに、えー、当社もございますが、東京、関東地方も気象庁発表によりますと、梅雨入りに入ったと、おういうところでございます。非常にじめじめしていると。で、今日も、お当社周辺、えー、雨が降ってるよと、とういう状況でございますけども、この、えー、梅雨入りが、まあ、例年のところから、あまあ、だいたい今時、ちょっと早めというところなんでしょうかね。で、じゃあ今度、梅雨明けいつなのかというと、7月。 に入ってから、まあ、7月のですね、直近で一番去年が7月の6日だったと。えー、平年だと7月21日というところですから、まあ、これから約1ヶ月ぐらいは続くんだなと、このジメジメしてなんだか分かったような分かんないような、えー、天候とマーケットと、こういうのが、これが並立するのかどうか。ちょっと、これもクエスチョンマークなんですが、その他、えー、ニューヨーク市場関係者と話題にしていたのがこちらでございます。 えー、今度、キム・ジョン・ウン氏とトランプ大統領が会談をする場所がどこだかというところでございます。シンガポールの先頭佐藤にありますカペラホテル、えー。こちらのところで、えー、会談がなされるというところでございます。まあ随分綺麗なんですけども、隣接しているところにはこのゲストがで泊まれる、えー、泊まれるというか、泊まってる、ゲストで泊まってる方々ができる、えー、ゴルフ場があるそうでございまして、 え、ひょっとしたらトランプ大統領と安倍首相ではなくって、金正恩氏が、で、場合によっては仲良く手を握って、そのままトランプ大統領の、え、別荘に行くんじゃないかというぐらいの話も出ていると。まあ、これはちょっと非常にクエスチョンマークですが、この6月の12日、ちなみにでございますのでも、こちらです。えー、竹部もちょっと冷やかしでございますけど、泊まった場合はどうなるのかというところで、リザーベーション、ちょっと見てみました。これ日本語のサイトもございますんで、この、えー、ホテルですね。えー、カペラホテル。 一泊、まあ、当然でございますけど、6月の12日、13日はもう予約できませんというふうにしてておりましたが、その後、えー、16日の土曜日、一応泊まれるそうでございます。えー、で、シングル、大人でいくらなのかなって、ちょっと見てみたんですが、日本円にして7万6 0飛んで61円。 え、シングルだと、この、キム・ジョン氏とトランプ大統領会談するとこ、泊まれるよ、というところでございますが、ま、ぜひよろしかったら皆さんもこちらチェックしていただければ、というふうにして思います。さてで、まあ、こうした状況の中で、やはりですね、なか,なかなかマーケットがですね、これ、米朝会談別に気にしているわけでもないと言いつつもですね、え、世界的な政治状況のところを気にして、なかなか見動きが取れないと。で、こうしたですね、特に米国の主体となっております、通称摩擦記念。え、これを意識 してというところなんだと思いますが。がこちらのも日本語サイトが出ておりますのでぜひご覧になっていただければと思います。いわゆる余銀です。世界銀行、えー、世界銀行でこのサイトを見てるとですね、こちらですね、世界的な経済見通しというところがございますけれども、ここを見るとクリックすると、えー、こちら世界の、えー、今後のまあテンポ感というんでしょうかね、えー、成長率というのも出ておりますが、実は我が国ちょっとこれ鈍化するよというような見通しが出ております。えー 細かく見ても、小さく見てもっていうんでしょうかね。デイリーベースで見てもなんとなく身動きが取れないで、ちょっと俯瞰的に。 長期的な観測で見ても、どうもこのトランプ大統領の行動、一挙手一投足というのが非常に上下双方向に不安感を与えているというような見通しが、ちょっとあちらこちらから散見され始めてきたというところでございます。で、こうした状況を踏まえての本日の東京市長、ちょっと前置きがぐるんぐるん長、長めに出ておりますけれども、えー 警戒すべきは日経225のオプションだったのかなってにしては思うんですが、権利行使価格帯22500円台、750円5年を中心としてというと、 コールの出来高の方がちょっとびっくりするような膨らみがあった一方で、プットの方がかなり常識的な出来高の方に落ち着いてきたのかなというふうにして見受けられました。えー、そうなりますと、このストライク、公式価格22,625円を中心としてなんですが、22,750円で7,000枚強、2 3 0 0 0円のところまででたい1万3,000枚の出来高の膨らみが見えるという一方で、2万1000、2万2,000円に向けてのプット。 こちらの方で一番出来高膨らんでましたのが、22,500円、22,250円、それぞれ4,000枚強なんです、そこの辺も、えー、今、1万5,000枚。というところで、まあ、ちょっと、まあ、ストラングル形成になってきたのかなと、どちらの方向に動いても、ただし、ちょっと、当初一部などでも、新売りの方が、まだ、ああ、売り比率の方が高いので、 空売り振り、踏み戻されたら怖いのかなというような見方も市場関係者から聞,聞こえてきた中での今日なんとなくジメジメしてはっきりしない東京市場というところでございました。さてで、この辺を振り返って、今夜どういった動きで見ているのかというところでこちらでご案内させていただこうかと思います。 今回の売買シナリオ、まずはドル円からでございますけれども、正直非常に難しい。市場参加者と話をしていても、現時刻ドル円レートが1ドル110円の12、3000円ぐらいまで、ドル高円安に進んできたというところなんですが、ちょっと難しいんですけども、えー、アメリカン、ちょっとアメリカンっていうんでしょうかね。まあ、カスタムメイドしたオプションの設定観測が、明日のニューヨークオプションカットでエクスパイアリを迎えるんじゃないかというふうに見られているんですが、じゃあ110円ちょうどにそんなにいっぱいオプションがあるのかというと、せいぜい1000本、数十億。 ドル分とというようよななな話は、ちょっとなかなか聞こえ、ててこなないんですが、かなり節目として意識されて、いいいるとううような観測を聞こえてて、まいりまりす。えー、さてそうなりますと、現時刻、先ほど申し上げました、1ドル110円の15000均ぐらいまで上がってきた中で、次なる焦点は何なのかというと、200日移動平均線。ここを超えるか超えないかでですね、期間投資家も含めてストップロスの設定観測なども、えー、まあ、発動するのかどうかというのが話題になっていると、こういうところでございまして、じゃあ、一体どうしたらいいのという話になります。 正直今回のスタンスは様子見でもいいんじゃないかなというふうにして見ております、えー、ないしはかなりマーケットショートに買った、まあ、ショートのポジションの方が少し強いのかなという声が聞こえてくる中ではこれかなり感覚的な話でございますけれども、えー、109円台の後半で売っていた向きはちょっと買い戻しを余儀なくされる可能性があるのかなというところが今夜、えー、そうした中では様子見ないしはショートポジションは、えー、買い戻しないしは 今回のところは解体期というふうに出ておりますが、9の80で買って、0の30で売る、9の40で売るというところは50銭以チというふうにして出ておりますが、ポジションの調整感の方を強める可能性が今夜は強いのかなと。で、特にでございますけれども、凍結しておりました EU、カナダ、メキシコに対して、鉄骨アルミの関税の適用、決めるというふうにして、米国の保護主義の動きが強まる一方で、ムニューチン財務長官は、えー、この辺の関税の適用を外してくれということをトランプ大統領に言ってるというような ととい観測もあると非常に難しい政治のところで、難しいんですがが時半に4月の米国貿易収支があるとでこれも3月の時は490億ドル分な赤字。で、2月の577億ドル分だったんですそれが10%強こで縮小してるわけですね。そうした状況の中で通商問題が懸念している対中貿易赤字に関しては拡大していると。えー、全体的には縮小してるんですけども、対中赤字では膨らんでる。で、そ、まあ、日本はというような話当然出てくるかと思いますが、 対中国と日米関係のやはり密月度は当然違うわけで、これがどの程度まで、えー、まあ、元に対する圧力も含めて、円に対する為替牽制、円安に対する牽制が出てくるのかどうか、選挙が近いからといってその辺が出てくるのかどうか、 まあ正直、全くをってしてクエスチョンマーク。ただし、何にも圧力をかけることはないだろうというような話が出ている中で、ね、どうしても政治を気にすると、萎縮せざるを得ないのかなというのが実際なかと思います。えー、まあそうした中では、この120、110円の20銭金宝の工房と、今夜の貿易収支がどうなるのかというのを、まあチェックしていただくだけでもいいんじゃないかなというふうにして見ております。えー、ポーランド中銀、えー、政策会合がありますけれども、昨日でございます。 えー、ECB、今度の、えー、会合において、えー、フォンテーゼング、QE での、まあ、金融正常化に向けた動きが、論議が強まるんじゃないかというようなところで、えー、ユーロ外というような話ありました。ポーランド中銀もこれ、えー、国境を接しているというところでは、かなり欧州の動きに寄せていく動きが、 ま、今回は何もないとは思いますが、ゼロ遅延を取る気味の方は、この辺のところはぜひチェックしていただければと思います。えー、そうしたところでは、そうですね、え、シュルツさん、えー、失礼、シュルツさんという言い方の方が正しいんだと思いますが、20時半にドイツの財務大臣発言しますので、こうしたところではドイツの、えー、経済圏に、今、えー、労働力などもかなり提供しています。ポーランド、こうしたところの動きというのは一応チェックというところかと思います。 日経225の方でございますけれども、本日の方は一応プラスに帰ってきたと、22,600円台のところでですね、大引けになったというところでは、まあ、 高評価はしていいのかなというふうにしては思うんですが、値上がり銘柄数に対して値下がりの方が多かった。ただし、33業種21業種が値上がりがあったということで、ちょっとまちまち感が感じられたところでございます。えー、商社関連だとか石油関連が買われたという言い方をで、ね、まあセクターで買われたとなるならば少しディフェンシブだったのかなと。ただし、先ほど申し上げたように、オプションの方もややまだ加減の方を警戒してのストラングル形成となりますと、明確に強気としては言えない ものの本日の東京金融取引ククリック株、えー、今ちょっと息が切れそうなほど一気に申し上げましたが、22,750円金庫で今推移しているという状況の中では、かなり、えー、上進志向を強めているのかなというふうにして感じます。えー、従って今回、えー、クリック株365の方も様子見でいいんではないかなとにして思うんですが、えー、順張り追随で22,700円金庫をちょっと超えたという状況の中では、22,650円で買って、まあ、一旦調整で下がってきたところを買って、800円で売る。 150円幅狙いで見てます。で、損切れは100円と、100円リスクでの150円狙いというところなんですが、ここでの、まあ、550円のポイントというのは、やはり、まあ、ちょっとダブルボトム。 ぽくなってますが、22,550円近庫というのと、240分足のボリンジャーバンドの中心線とプラス2シグマの枠を意識しているというところで、今回ちょっと改めてご案内させていただきたいと思います。日足の一目基準もございますが、この辺のところが割れてくるようですと、まあ、この短期とはいえでも上進思考を求めてのは一旦終わりというところだと思いますが、果たして650円水準で買えるのかどうか、まあ、この辺もですね、今夜のポイントになるのかなというふうにして見ております。 ということで、今夜は貿易収支、米国の貿易収支が当然ポイントになるのかなとううして見ております。まあ、お取り組みなかなかですね、エントリーできかねるなというふうにして思ってらっしゃる方もいらっしゃるかとは思いますが、えー、値動きの方だけはぜひチェックしていただいて、そしてリスク管理の方は再設定していただければというふうにして思います。以上、6月の6日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました。